まずは準備です。現場付近で車両が駐車できるスペースにてレーダーアンテナの準備を行います。アンテナの装着が完了した後、データ取得のためのパソコンなどを起動します。準備後、探査が可能となります。車両での探査は、最大時速 55km 程度での走行が可能で、遅く走行してもデータ品質の低下はありません。一度の走行で幅約 1.9 メートルの面的な探査が可能です。探査開始終了ボタン、録画開始終了ボタンだけの容易な操作で探査できます。車両にはGNSS や前後左右の映像取得カメラがついており、どこを探査したのか位置情報も同時に記録できます。現場付近で準備を行います。次に探査したい場所の側線を設定します。側線は通常 0.5 メーター程度の間隔で設定します。装置を人が引っ張って探査します。一度に3アンテナで探査します。この装置は鉄筋コンクリート舗装の岸壁での活用を想定しています。データは縦軸が深さ、横軸が探査距離の二次元断面で表示します。この画像から空洞の可能性がある異常信号を抽出し、その位置やドカブリを記録していきます。また、断面解析のほかに、岸壁の縦横断方向を平面的に解析する方法もあります。解析したい振動を任意に確認でき、異常信号箇所を平面的にスライスしているような画像を得ることができます。さらに画像を立体的に表示し、異常信号の位置、大きさ、振動を3次元的に解析することも可能です。ここからは参考です。従来、岸壁の空洞調査は、カート型地中レーダー探査などにより行われてきました。それに対して、今回ご紹介した車両型では、作業効率を大幅に向上させることが可能です。今回ご紹介した装置や、従来の地中レーダー探査装置は、異常信号部に穴を開けて、空洞があるかどうか、空洞の厚みはどれくらいかを直接確認する調査が別途必要になります。